鳥立山は、石川県白山市と福井県勝山市にまたがる、標高1307メートルの山。下越国境に位置する両城山地の山で、恐竜渓谷福井勝山ジオパークや、奥越高原県立自然公園内にある。特に、福井県内有数の水場将軍聖地と知られており、シーズン時には多くの登山客で賑わう。山頂は、 石川県と福井県との県境の両線から西へ突出した福井県の尾根城にある。面積約0.5ヘクタール、約2000株の水場将軍聖地は、鳥立平と呼ぶ、県境両線上の暗部1240メートルにあり、その大部分は南東の石川県側に形成されている。鳥立山、山伏山の中原には、緩やかな大地上の斜面があって、そこには御所が、 原、東山等の感斜面があり、近年まで焼き畑農業が行われていた。冬から早春に掛山スキーや春山登山が盛んである。江戸時代の中期に、加賀藩と勝山藩が取立山の両線を境に定めた。この頃この辺に、加賀藩の白宝に福井県で開催された国民体育大会の山岳競技の下見の際に、 コースの外れの取り立て平の水場所の群生地が偶然発見された。周辺は豪雪地帯であり、雪解け後に湿原に白い花を咲かせる。登山口となる東山い,こいの森にはキャンプ場などの施設がある。2004年2月3日から関西学院大学ワンダーフォーゲル部員14名が東山い,こいの森から取り立て山を経て関戸山方面へ スキーで重装する際に大調査んで、身動きができなくなる、山岳遭難事故が発生し、2月9日に、ヘリコプターにより全員救出された。取立平避難後や、収容20人、岩尾陶器は雪に渦漏れる、取立平の水場将軍聖地約0.5ヘクタール、約2000株取立山から東に、白山が望める湿地の周辺には、舞鶴草、三葉王連、 蜜葉のバイカオーレン、毛線ゴケ、小薪帽子などが見られ、また湿地を囲む、緩やかな斜面には、ノリウツギ、ハイヌツゲ、少バ若マなどが生育する。登山道では、スミレ類、岩内は、紫足を筒じ、拳などの花も見られる。両白山地の主猟線の山の峰から西に派生する、長く伸びる、両線上にある。山頂の北北東0 7キロメートルの、 か越県境に小つぶり山がある。滝屋の大滝落差30メートル登山道が滝の右側の斜面を巻く以下の日本海へと流れる河川の源流となる山である。ありがとうございます。